今日の会見で明らかにしたものです。 JR 四国のディーゼル車両は古いものでは48年が経過し、老朽化のため順次ハイブリッド式の車両に置き換えていきます。ハイブリッド車両は2両編成で、ディーゼルエンジンで発電した電力とブレーキの際などに発生するエネルギーによって充電される蓄電池の電力を組み合わせて走行します。また駅での停車時にはアイドリングストップを行い、燃費の向上、CO2 の削減も図ります。よりその環境に優しくてコストが低くてですね、なおかつメンテナンスがかからないということをですね、コンセプトにやらせてもらいました。新しい車両は来年12月に完成し、試験走行を行います。再来年に4両をまず導入し、2030年度までに合わせて70両が導入される予定で、安全性、快適性の向上と 10% ほどの CO2 削減が見込まれています。